どうも、アイチです。最近増えている相談の中に、勉強において変わりたいと思っている方からですね、まず何をしたらいいんですかっていう相談が非常に増えています。例えばこれは中学2年生とか高校2年生、受験まであと1年をね、だいたい切ってくる時期なので、そろそろなんかスイッチを入れなきゃなって思う時期だったりとか、それ以外の方とか、あと社会人の方とかもそうなんですけど、割とこう受験っていうのがそのテレビとかのね、共通テストも含めてニュースで報道されるので、そこからこう刺激を受けてちょっとね頑張んなきゃみたいな感じでも、人って勉強において頑張ろうと思った時にまず何をすればいいのかがわからないんですよね。なので今回はそこの部分のアドバイスをできたらなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。私はもともと個別指導塾の塾講師やってたんですけど、うちの塾、たまたまかもしれないですが、こう偏差値を50をね超えてる子の方が珍しかったんですよ。入塾してきた時ですよ。で、勉強苦手な子がすごく、特に自分のね担当生徒は多くて、でその子たちもやっぱ同じような状況ですよね。入塾してるからさ、なんか変わりたいとか勉強できるようになりたいって思ってるんだけど、まず何したらいいか分かんないって。でその時にも2つです。やることは決まっていて、まず1個目が自分の勉強のやり方を見つけに行くです。勉強のやり方ってもちろんいろんな方がいろんなアドバイスされていて、いろんな方法があるんですけど、ベストアンサーってないんですよ。みんながこのやり方しとったら絶対上がるぞってないんですよね。いろいろ似てるものあっても。だから違うので、まずそれを見つけに行くと。で、2つ目が結果を出すっていう。この2個です、やることは。でこの結果を出すっていうのも、中間テストとか期末テストみたいな大きなテストで結果を出すだけじゃないんですよ。もっと細かいテストがあって、自分の中でできる。そのテストで結果を出すっていう、もうこの2個だけやるのは。つまり自分の勉強方法を見つけて、それで結果を出せばいいんだよって。それは今ちょっと細かくね、話していきます。で、まず一つ目の勉強のやり方に関してなんですけど、これも難しいっすよね。多分今見ていただいてる皆さんが自分の勉強法を説明してくださいって言われたら、ちょっと戸惑う方多いと思うんですよ。みたいな。ね。で、そこを実は、こう、その質問された時に即座に、あ、私こういう勉強法してます、みたいな。なんか言えるぐらいに自信を持って話せるようになってほしいんです。これが私の勉強法です。で、そうなったらめちゃめちゃ強いです。それは結果が出せてて自信もあって、それを繰り返してきてるから、だからすぐ話せるんですよ、反射的に。でそうなってほしくって、でその勉強が苦手な子たちね、その変わりたいと思ってる子たちがどうするかっていうと、いきなりね勉強法見つけてこいって言ってもできるわけがない。いや俺が振られても困りますもん。って放り投げられんのみたいななっちゃうから、まず何するかっていうと、まず科目決めます。一つでいいです。一科目でいいんです。一科目勉強するものを決めるんです。で、それが、例えば、もうね、自分で決めにくかったら、例えば、英語が苦手って思う方だったら、英単語とか楽です。英単語ってかなり勉強するときに使いやすいツールなので、それでも構わないし、他のものでも構わないんですが、科目決めてください。いいですか？で、科目決めたらですね、まず、じゃあ、今日やる量を決めてみてください。今日はこの量をやりますって。それが、ポイントがめちゃめちゃ少なくていいです。英単語とかだったら、1つとか2つとかでも全然構わない。それだけって思う方とか、もしかしたら親御さんの方ね、親御さんで見てる方でそう思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、人はいきなり変わらないですから、大きな変化を求めちゃダメです。自分自身にも。いいかい？ちょっとアドバイスを聞いたら、勉強時間0分だった方が3時間集中できますってならない。1日はできるかもしれないけど、継続はできん、基本的には。だからちっちゃくスモールステップで変わっていかなきゃいけないので、まずはちょっとで設定してください。数学のワーク3問とか5問でも構わないです。いいですか？決めてください。そしたらですね、自分で決めたことを決めた時間にやりきる、これをやってください。いいですか？決めた量を決めた時間にやりきるんです。で、その勉強するときに2つポイントがあって、まず1つ目が、できる限り短い時間で楽をして済ませようという意識を持ってください。長く時間をかけない。勉強時間は長くやってる方がかっこいいと思う方いるかもしれないですけど、そうじゃなくって、決めた量があるじゃないですか、今は。量を決めたので、それをできる限り短い時間で楽をして終わらせようとするんです。そしてもう一つのポイントは、そのワークとか、英単語とかを終わらせるっていう意識じゃなくて、定着させるっていう意識でやってください。いいですか？つまり、そのワーク問題5問って決めたら、5問終わったら、よっしゃ終わったじゃなくって、定着させるっていうのは、その5問を、例えば5時間後とか、次の日とかにやった時に、できる状態にしとく。英単語も、よし書くの終わったじゃなくって、後でテストをした時にちゃんとできる状態にするっていう、これができて終了です。
それを短い時間で楽をして、できる限り楽をしてやるんだという意識でやってみてください。楽っていう言葉はよくズルというふうに変換をされるんですけど、私はそんなこと思ってなくて、勉強をね、大好きな方はどんどんいっぱい勉強してったらいいですけど、でも一つ決めた量をやるんだったら、できる限り短い時間でコンパクトに済ました方が良くないですか？だって勉強好きな方も次の単元いけるわけですし、で勉強に嫌な方だったらサクッと終わった方がいいじゃないですか。浮いた時間遊べるわけだし。だから楽をするって、ただ終わらせるって方に行っちゃうと、例えば字を汚くていいやとか適当にやればいいやで終わっちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよ。定着させる。つまり、後で自分でテストをした時にできんかったら、この勉強してた時間って無駄だよねぐらいに思っていいです。いいですか？後でやった時に定着してるんだったらいいわけなので。だからそこの部分を大事にして楽をさせると。で、楽をするっていうのは、ズルではなくて効率化だから。どう効率的にやるかっていうところを考える時に、楽をしようっていう視点、考え方はすごく大事になるので、そこの2つをしっかり持って、決めた量を、スタート時間を決めて、ね、何時にやるって決めていくのがベストなので、決めてやってみてください。これを繰り返していくんです、ね、1日やったぐらいで勉強法なんて見つからない、そんな楽はできないです。ですけど、それを繰り返していく、でやってって繰り返していくと、あ、ここを暗記するときにね、こんなに書かなくてもよかったなとか、もうちょっと短い時間でできるなとか、数学の途中式この部分書かなくても私はいけるなとか、いろんなことに気づいていく。自分がもっと楽するために、もっと効率的にやるために、いろんな発見があります。だからその部分を持ってまずやっていく。すぐには見つからないけど、それで自分の勉強法に徐々に徐々に近づいていくので、まずそこからやってみてください。そして2つ目の結果を出すっていうところは、さっきの部分でもね、簡単に説明してますけど、定着させるっていうことが大事なんです。で、さっきの中間テストとか期末テストっていう大きなテストだけじゃなくて、自分テストっていうのを大事にしてください。自分でテストをするんです。だから、その英単語やったものも同じ日でも構わないですって、構わないし、次の日でもいいんですけど、自分で決めたタイミングで必ずテストをするんです。で、そのテストのやり方は、紙に書くやり方でもいいし、単語帳ならね、赤でね、こう隠せることもあると思うから隠すのでもいいし、5個とかだったら多分頭でね、思い出すでもできると思います。やり方は自由です。ちゃんと自分で覚えたもの、数学でやった問題とか、それが覚えてるかなっていう、自分でやるテストの方法、自分テストの方法を見つけて作って、それでテストをしていく。で、そこでちゃんと成果が出る。ね。できてる。いや、前やったことを覚えてるじゃんって。できてるじゃん。できるようになってんじゃんって。そこでめちゃくちゃ自分を褒めてあげてください。もうその繰り返しです。自分の勉強法を見つけて、ちゃんと定着ができてる。そのやり方、今はね、スタートは例えば数学でやったりとか、英単語、理科、社会、いろんな科目でやってると思います。1科目でいいって言ったもんね。そこでやったじゃないですか。そのやり方っていうのは、他の科目でも使えますから。数学はこうじゃなきゃいけない。英語はもう全然やり方でやんなきゃ。そんなことはない。勉強のやり方なんて他の科目でも使えるからね。もちろんちょっとアレンジしてね、変えることはあると思いますけど、まず一科目でそこを見つけられたら、それを早い段階で作れたら、それが大きな武器になって、さらにエンジンをね、ギアを上げて頑張んなきゃいけない時に、さらに他の人と差をつけて、ブーンって前にね、ダッシュすることができますから、まずはその部分を見つける。で、そこの成果を出すっていうところを大事にして、自分の勉強法、ガツガツやらなくていいから、そうだ、ガツガツやらなくていいからね、ほんと少ない量で構わないので、まずそこからぜひスタートしてみてください。